はい。今回はですね、桜井翔一会長のお話をしたいと思います。えー、桜井翔一会長っていうのはね、あまり知ってられてない部分もありますけども、まあ、私はね、すごく大好きで、それはですね、まあ、麻雀を,を一つ教育の材料として扱うことができるなっていうところなんですよ。で、この桜井翔一会長の名言の中でね、えー、あるのがですね、不安や迷いの原因は、感動、 感謝、感激が足りないことに起きるよって言ってます、えー、つまり不安や迷いいっていうののは、まあ、感情の問題ですよねででなんでそういうことが起きるかっていうと感動してないんですよ感激してないし感謝してないつまりこういった誰かから与えられる喜びとかあ、まあ、癒しとか嬉しいなっていう感情に気づいてないから自分の中で生まれる不安とか迷いってものが増幅しちゃうんですよね。 誰しも不安や迷いっていうのはあるわけですよ。でも、感激とかね、喜びとか嬉しさってものはこっちにあると、こっちの方が重きを置いて行動の原理になってくるわけなんですよ。で、ビビってばっかりじゃダメなんですよ。その先に何があるのかな、そして自分を支えてくれてる人は誰がいるのかなってことを思えば、そこは、ああ、やっていけるんじゃないかなと思うんですよね。だから日々腐っていっちゃダメなんですよね。で、この日本はもう終わりだっていうふうに思うのか、 まあ、戦後、戦後焼け野原からね、ここまで持ってきてくださってありがとうと。じゃあ、俺も何かやらないとなっていうふうに思えるのかなんですよ、うん。つまり、今の日本にも欠けてるものがあります。でも、そこにばっかり目を向けて不安や迷いに原因するのか、それとも、以前は圧倒的に何もなかったけども、今はそれが整備されてるよねと。電気もガスも水道もあって、食べ物に困ることはないよねと。嬉しいな、バイト先もすぐに近くにあるぞ、みたいなね。そう考えていく、ネットにもつながれる。 感感謝感激ですよねでそれを77年前のね戦後の焼け野原の人と比べてどっちが不安や迷いがありますかもしかしたら何もない時の方がもうやるしかないっていうね不安や迷うところじゃないような意欲があったのかもしれませんよね。で本田圭佑さんのねあの成功に取られるのは成長に取られろっていうのは実は桜井会長も同じようなことを言っていてマージャンをした時にね その一回回回の勝ち負けにとられるなと1回やったら一回分強くなってりゃいいんだというふうに言うんですよだからここもふんだ圭け,けさんの名言と共通するかなと思いまして今回採用させていただきました FX もそうなんですけどねすぐにいくら勝っていくら負けたっていう議論になるんですけども違うんですよ負けたけども力がついた負けたけどそこから学ぶものがあったその積み重ねが未来への資産の構築になるわけですよね FX で今日から稼ぎ続ける日を送れる。そんなこと思ってる人はいないのになぜか今日買ったら力がついたつもりになるんですよ。これが間違いのもとです。力がついて結果的にロスカットを食らう。力はないけども結果的になんかプラスになっちゃった。どっちも不正解ですよ。力があってロスカットを食らう。力があって利益を出す。これが正解だと思いますよね。つまりテクニカルに忠実になってても一定の確率で負けるってことなんですよ。だからこそ 今回の負け、勝ちに関わらず、自分の成長はどのぐらい、どこにあったのかなってことを正確に見抜いていただける先生の存在とかが必要になってくるわけですよね。これで良かったでしょうかだったらね、結果はこうだけどこうだよね。もしくは、結果はこうなんだけども、でもここを忘れちゃいけないよっていうふうに、結果以外のところで様々な気づき、アドバイスをいただけるっていうのが、コミュニティの強いところだと思います。FX オリガルヒ、いらっしゃってください。 今週は特別セール週間でございます。限定2名いってらっしゃい。